これは一体何なんだろうね。この、まがまがしいのは何なんだろうね。とりあえず、何もできないんであれば、新聞ぐらいしかないよな。あれ？消えたぞ。どういうこと？ 7 月2日、松松県で高校生が行方不明。写真、あいつにそっくりだ。ここで言うあいつってもうあれだよね。神様のことしかないよね。登場人物って今のところね。他には先生と、派出所の警官しかいないから、やっぱりただの高校生だったんだ。ただの高校生にも見えなかったけどな。ノイに教えなきゃ。もう、あの神様のふりをしてるのは、高校生なんだ、ただの。どういうこと？でも行方不明なんでしょ？あれ？もう一回見れる？見れる？もう一回新聞。あ、死体？死んだ高校生ってことでいいのかな？ちょっとセーブしよう。死んだ高校生。死んだ高校生が幽霊になって神様のふりをしてきたってこと？はてさて、どうなんだろう。あ、あれ？いいのかな？部屋に行って。あ、いたいたいた。教えてあげる。私が真実を教えてあげる。ライちゃん、こんな時間にどうしたの？ノイ、あの神様やっぱり偽物だよ。ほら、この新聞見て。ただの高校生だよ。どうしてそんなこと言うの？神様はいるよ。ここにいるよ。ノイ。ノイ？おお。何今の？ ちょっと。あれれ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 、ノイ？神様。私、やっちゃった、みたいな。大丈夫、大丈夫。え、大丈夫？ 僕がノイの罪を許します。何言ってんだ。神様。どこ行った？おーっと、進行。マジか。まさかのエンディングをサクッと迎えてしまったけれども、どういうこと、どういうこと？せっかくね、教えてあげたのに。これはなんか何やらもっと別の真相がありそうですね。ありがとうございました。いや、でももっと知りたい。あ、何これ。あ、動かせる。こんにちは、作者のニュートリピーです。ここはおまけ部屋になります。エンドの解説です。まだ見てないエンドの解説はぜひ見てから聞いてください。エンド1見たもんね。じゃあエンド1の解説見てみようか。ノイちゃんは盲目的に神様を信じたかったんです。現実から目を背けていたかった。だから本当のことから目を背けました。エンドイラストにはクッションに包丁が刺さっています。ライちゃんはノイちゃんの見ていた幻覚である別人格とも、ああ、そうなんだ。実在しないんだ。自分でも分かっていたんです。でも分かっている自分を殺した。押し込めてごまかした。それがエンド1になります。なるほど、そういうことなんだ。よし。じゃあちょっと別のエンドを目指してやってみましょうかね。はい、またこの場面に戻ってまいりました。はい、これでなんかね、ゲームオーバーからは逃げられるというか、7月2日で高校生が行方不明、それがあの神様にそっくりと。で、このままノイに教えに行くと、ゲームオーバーというかエンド1になっちゃうんですよね。なんだろう、他に何をすればいいんだろうね。なんかあるんだろうな。もう一回。あ、内容が変わりましたよね。7月11日、行方不明になっていた高校生の死体が発見された。原因は警察が現在調査中。あ、最初に読んだ時点では行方不明になったっていうだけだったけど、2回目読むと、死体になってたと。死体になってた。もう一回読むとまた話進んだりする？あら、何も出ない。あら、何も出ないな。ああ、なるほど。それで終わりなのか。
体どうして神様と偽って家にいるんだって話だけど、あれ？先生夜になってからいなかったよな。確かね。先生ちょっと話してみようか？あら、ダメじゃない、ノイさん。こんな時間に外にいたら。先生も今から帰るところよ。ノイさんも早く帰った方がいいわ。どうしたの？ノイのこと話そうかな。話す。友達が嘘を信じちゃってて、それを何とかしてあげたくて。だから、嘘だってわかるものを用意したんです。でも、傷つけちゃう気がして。きっとお友達は信じていたいのよね。だから知ったら傷つけてしまうのね。もう少し寄り添って否定しすぎないようにするのはどうかしら。でも、嘘なんですよ。それでも寄り添うことは大事よ。はい。これは先生の考えだから、自分で考えてみてね。ありがとうございます。なんか先生らしいこと言うんだね。なんかね、顔もうまくというか、まともに見えない状態のおかしな感じだけど、これなんでこんな風にね、表情が見えないようになってんだろう。それがすごく不思議。なんか先生にアドバイスをもらったことで何か変わるんですか？何か変わるんですか？セーブしとこう。これで戻ってみる？一番最初の時はね、なんかただ事実を突きつけるだけみたいな感じでね。で、怒って殺されちゃったけど、寄り添ってお話をすれば、なんかいい方向に向かうんでしょうか。ちょっと話しかけてみましょうか。猫のぬいぐるみ。はい。ライちゃん、こんな時間にどうしたの？あのね、ノイ。神様のことなんだけどね。信じたい気持ちもわかるんだけど、これ見てほしいの。新聞をノイに渡した。神様にそっくり。うん。神様、いないの？そうかもしれない。でも、ノイは神様にいっぱい助けられたんだよね。うん。その事実は変わらないんだから、ちゃんと話し合ってみたら？うん。そして話し合いになる。これはなんだ？おうおうおう、神様やってきた。これが行方不明の末に死体となって発見された高校生。ノイ、どうしたの？神様、これ。そっか、知っちゃったか。ということは、神様は自分が、その、九段の高校生だということは理解してたんだ。神様じゃないのですか？うん。でも、いっぱい助けてくれて、すごい方なのです。だからずっと、一緒にいてくれませんか？僕、神様じゃないのに。大丈夫です。ありがとう、ノイ。これは、ハッピーエンドになる？あれ？なんか振り上げてますよ。ノイさん。これからもずっと一緒です。神様。神様をやっつける。あら。嫌な音したね、今ね。遠藤さん、私の神様、あらあら。神様をやっちゃいましたよ。二度殺したぐらいの感じだね。てか、なんで行方不明になったんだろうね、あの高校生はね。そこにも何か事件があったんだろうけど、その裏話的なものも知りたいといえば知りたい。でさっきは先生に話しかけることによってエンディングが変わりましたよと。ということは、あと登場している人物であまり絡みがないのはこの人か、警察官か。こっちなんかない？これ行方不明のとか出てこない。出てこないね。ちょっと話しかけてみましょうか。ちょっと君、ダメじゃないか、子供がこんな時間に出歩いて。行方不明なのもあれさ、言うべきかな、言う。相変わらずね、この女の子と神様以外の顔は見えないけれども。家で行方不明になってる人を保護してて。それは本当かい？すぐ保護に向かうから、君の家に案内してほしい。はい。これで新しい展開になってね。いろいろドタバタして遅くなっちゃった。
ノイに説明しなきゃ。おう、ノイに説明しなきゃ。ノイはどこにいる？はい、ノイ。ここにはいな、あれ？ここにいないんだ。ノイ、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 どこ行った？あれ？神様のとこにいるのかな？おい、ノイ。どうして？おいおいおい、なんか、どうしてそんな悲しそうな顔をするんだい、ライちゃん。うわぁ。エンドに神はいない。ああ。なるほど。ちょっと衝撃的な。衝撃的な。まあ想像できなかったわけではないけれども、悲しいエンディングになっちゃいましたね。まさか自分で自分を。そこら辺の解説も見てみましょうかね。はい。では、解説を読みましょうか。エンド1は見たんだね。エンド2がさっきの、首をね。首を。首を。はい。ノイちゃんは神様がいなくなってしまった事実にどうしていいかわからなかった。だから一番簡単で簡潔な方法を取りました。ノイちゃんにとっての救いは神様か死しかなかったのでしょう。それがエンド2になります。なるほど。悲しいあれですね。エンド3っていうのが神様を殺しちゃったやつだよね。ノイちゃんは絶対的な信仰対象が欲しかった。でもそれは人間であってはいけなかったのです。先生やおまわりさんの顔が見れなかったのは人が怖く顔が見れなかったことを表しています。人でなければ信じられる。救ってくれる。だから人の身でありながら自分を救った彼を殺せば神様になってくれると思い込んだのです。それがエンドさん。なるほど。それで神様というか殺しちゃったんだね。救われないね。どれも救われない感じのエンディングになってしまいましたね。まあエンドさんまで全て、回収しましたが、あの子の神様、いかがだったでしょうか。救われないエンディング3つでしたけれども、なかなか面白かったですね。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ポコタでした。